はい、どうも皆さん、こんばんはしです。今回も、ムソドロス3、アルティメット、やっていきます。ストーリーモード。前回の続きで、アースガルズの進行やっていきます。連合軍陣営は神谷たちを救い出し喜びに沸いていた。だが縮小の雰囲気を一変させる急報が入る。アースガルズの神オーディンの配下ロキが攻めてきたという。アテナ、アレス、ゼウス、オーディン、そしてロキ、次々と現れる神に戸惑いながらも連合軍は出撃。ロキに狙われている幼稚の守りを固める。防衛軍には真田幸村の姿もあった。ダッキと手を組むロキを倒せばペルセウスを救えるかもしれない。幸村は静かに闘志を燃やし戦に挑む。ロキたちの勢いは凄まじいな。こちらが防衛体制を整える間もなく包囲を狭められてしまった。敵には英雄たちもついているようだ。一体何の理由があって？ダッキが口走っていたオロチの名も気になります。神々はあの魔王をどうするつもりなのでしょう。気になることは多いですが、今はこの地を守ることに集中しましょう。はい、ペルセウス殿にも会えるといいな。挑戦目標、無双乱舞または無双奥義で300体以上撃破。味方武将が敗走せずに勝利。すべての敵武将を撃破。完全に包囲されたか。だがこの地を奪われるわけにはいかない。はい、絶対に渡しません。力を合わせて押し返しましょう。敵は大軍、総大将を撃つしか道はない。だが一体何者なのか。腕輪の力を引き出せる。いきなり敵武将めっちゃおったね。彼ばっかり失うわけにはいかん。そして総大将であるムービ殿は私たちにとって欠かせぬ存在。心得ました。御前、意と愛の力でお三方を守り抜いてみせます。賊ども、行け。出てきた。衣装また今回からレジェンド衣装に戻してます。わずかな金で言うことを聞く。賊とは便利なもの。やらせない。敵が多い上に賊の相手まで愛の力を試されているようですね。耐えられる。奴らはあの地を拠り所としている。その望みを断ち切ってやればもろかろう。すでに忍びを潜入させてある。あとは討ち寄り撹乱する。内部に敵の手の者だ。いかん、直ちに排除するのだ。お前の悪どい手を使う。おかげで攻めやすくなる。兵の策も相当なものだ。自軍の消耗なくして敵を削ったのだからな。おやお、武士たちは忍びを削っておりますね。ですが、この地位高台の出番にはまだ早い様子。よく殿、時が満ちるまでしばしばしばしご辛抱。よく殿、俺は誰の指図も受けん。倒したいように倒し、叩き潰す。
さすがです。あなたならばと思っておりました。しまってる。激しい攻撃、もっと力があれば押し返せるのに。銀平殿、反撃の日は必ず訪れる。そう信じて今は耐えましょう。俺の道を塞ぐな。門を開けろ。なんと、呂布殿のおかげで綿密な計画が台無しに。しかしこの鎮光台、転んでもタダでは起きませんぞ。呂布殿が抜けていった道、あそこから進軍できるかもしれない。これなんか敵おらんか。俺に策などいらん。最強の腕で打ち止めしてやる。なんという闘志、真田の戦、ここに示さん。私だって負けません。いけた。この地をみんなを守らなきゃ。やっちゃいます。もしやと思ったが、ペルセウス殿の姿はないな。銀平殿、あなたの言う通りだ。命に代えてもこの地を守り抜いてみせる。やばい、本気でいきます。俺の前に立つ。いいぞ。邪魔するなよ、木村。楽しめ。追い返せてよかった。敵の勢いも弱まったみたい。銀平殿、今こそ好機です。いざ呂布殿の来た道をたどり、敵陣へ切り込まん。マジねか、雪村。じゃあばっかりしやがって。おや、ここは私が相手をし、打ち取った。これほどの敵が一瞬で罠だったか。でもあの敵、普通の人じゃないよ。四つ目を乗せた人を倒せば消えるかも。頼んだ、雪村殿。銀、さあこの地は必ず守り抜こう。彼はきっと道を切り開いてくれるでしょう。己の道を貫き通す気に、愛と通じるものがありますね。あなたが我が道の大将、容赦はいらない。雨の生命強い、やばい。愛と愛にあふれる技の数々、感動しました。私の術をこうもたやすく破ると、ここはひとまず引いておこう。消えて、門が開いた。敵総大将を狙うは今。はい、どんな筋肉の人が出てきても力いっぱい頑張ります。消えて、消えて、消えて、消えて。無駄よ。ペルセウス殿、君たちにはそう名乗っていた。ペルセウスはもうどこにもいない。私の名はロキ。君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ、私の仲間だ。そんな。おかげで我が主オーディンを招くことができた。私たちを利用していたんですか。役に立ってくれて心から感謝しているよ。ペルセウス殿が敵だったなんて、私たちずっと心配していたのに。これロキここでやっていいんかな。君たちの元から疑われずに去るため、ラッキーと一芝居打ったんだ。そちらにいた目的は腕輪を探させ使わせること。
全ての指輪を見つけた時点で用は済んだからね。今日はただの挨拶だ。もう次に容赦はしない。金平殿、気を確かに。今は敵に囲まれている。この七を抜ければ。初代将を撃つ策もならん。しかも敵の包囲は一層強まってしまった。己の道を貫き。あ、ロッキー逃げた。愛と通じるものがありますね。残念ながらあなた方はすでに我が術中。新高台の名を知らしめるため撃たれてもらいますぞ。向上はいい。楽しさまらぬ相手、鬼神の娘が務めよう。あなたを倒し、皆でこの地を脱してみせる。うろたえもの、門前の敵を撃てば結露は開けましょう。門は開いたようです。先を急ぎましょう。逃げる。火種は完全に見消さない。向こう行くのか。どうかな。わあ、さすがです。あなたならばと思っておりました。あれ、大変、敵がたくさん。忍びと族が一斉に聞いている。みんな散るかもしれません。楽しませる。剣に立てつき世を乱す火種、消そう。加工よ、出会ったことを後悔する。なんかターゲットされた。危ない。私にこだわる必要はない。忍びも族も戦意を失ったようだ。あ、門が開いた。これで残っていたみんなも撤退できますね。消えて。おお、道が開けたか。雪村殿に逃げられたか。この地を脱するぞ。消えて。消えて。さあ、かかってこい。一緒に楽しみましょう。はいはい。見ていたいくらいです。よーく来たか。この正式を待たせるなんていい度胸だ。福兵か、棚田の槍で貫くまで。私たちもう福兵くらいで驚きません。耐えられる。この私こそ英才の誉れ高き正式だ。その記憶に刻みつけておこう。私の経歴に傷をつけた。次は許さん。どうにか突破できたか。全力あり。ちょっと体が痛いですけど。いかな窮地にも恨まぬ心、見事ですよ。敵将、そこを動くなよ。いやいや、やるじゃない。
ご褒美に痛ぶってあげちゃう。ダッキー、一体何を企んでいる。ダッキー、オロチはこの世界にいるのか。はい、行かせよ。教えてあげない。でも楽しませて、もうすぐ会わせてあげられるわ。人使いの荒いことだ。呼ばれた以上相手はするけどね。来ました、アメロン生命。また来た、これは強いぞ。変な術を使われたらどうしよう。いや全然ね、力を振り絞ってくれ。うろたえてはなりません。義と愛の力を信じるのです。お前たちならできる。私はそう信じているぞ。回路は確保できました。急ぎましょう。あと少しです。みんなで頑張りましょう。ああ、無双乱舞のやつが半分ぐらいしか言ってない。あなたならばと思っておりました。仕方ないか。あなたの次回頑張ります。天下無双ですね。どうにか脱することができたか。我らの血は敵の手に渡ってしまったが、私たちの居場所は他にもあります。仲間のみんなが無事ならそれで。仲間ヘルセウスと、幼稚は奪われたが皆が無事でよかった。しかし信じられません。ヘルセウス殿、いえ、ロキ殿が私たちを騙して、しかもアースガルツの腕輪を使わせていたなんて。私たちはオーディン降臨という目的を果たすための駒だったのですね。ええ、彼は腕輪を世にばらまいて奪い合わせ、ゼウスに対する危機感を煽り戦いを激化させた。戦いの中で強い決意を持たねば腕輪は反応しませんからね。一体どこまでが本当でどこまでが嘘だったのだ。それはわからない。だがオリュンポスとアースガルズ双方が敵である状況に変わりはないだろう。情報の真偽はともかく、アレスもロキも私たちと話し合う気などない。復讐しなければ消される、それだけだ。確かにその通りですね。今は双方への守りを固めつつ、ゼウス降臨を目指して戦い続けるしかありません。ペルセウス殿、いえ、ロキ殿、またすぐに戦わねばならないのでしょうか。いい流れね。アレス軍の石田三成という将が連合軍の領地に迫っているようだ。神々や秀吉の姿は見当たりません。敵は少数のようです。妙ですね。左近殿は三成殿が楽しそうではないと言った。戦いが本意でないなら、主である秀吉殿、そして神の目がないのに動くはずはない。ならば一体なぜ。うちの殿に何か考えがあるのは間違いない。古の天才軍師にこんなことを言うのもなんですが、諸葛亮さん、今回は一つ俺を信じて指揮を預けちゃくれませんかね。そうですね、わかりました。あなたの軍略期待していますよ。
戦場を混沌で染め上げてやろう。はい、今回こんな感じで終わりたいと思います。また次回進めていきますんでご期待ください。よかったらチャンネル登録高評価ぜひ。では皆さん、またお会いしましょう。じゃあねー。